どうも、AD 藤本です。今回の動画では自転車啓蒙シリーズの第1回を行いたいと思います。で、啓蒙って何？と思った方もいると思いますが、啓蒙とはある分野においてあまり知識のない人に対してその分野の専門家がルールであったり方法を教えるといった感じの意味なんですね。自転車啓蒙シリーズ、なんか上から目線の企画ですみません。で、なんでこんな企画を始めようと思ったかというと、まあ、ありがたいことに皆様の温かい応援のおかげでこの YouTube チャンネルも1万人であったり2万人の人に見てもらえるようになりました。いつも応援してくださってる皆様、本当にありがとうございます。で、この YouTube チャンネルを使ってね、何か自転車業界に恩返しできないかなと思っていたんですよ。そんな時に視聴者様からこういう自転車のマナーであったりルールっていうのを発信してほしいという声がありまして、まあ、そういういきさつから自転車啓蒙シリーズというのを始めることになりました。で、この自転車啓蒙シリーズはシリーズ化して定期的に配信していこうと思います。ぜひね、第1回、で終わらず第2回、第3回とご覧になってください。では早速1つ目いきましょうかね。注意、左側通行と逆走といった部分ですね。これね、街中でも逆走している自転車結構見かけますよね。でもこれ意外にね、逆走している人自身は自分が逆走していることに気づいていないんですよ。まずどういったケースが逆走になるのか分かりやすく絵に描いてきました。はい、ではまずこんな感じの一方通行、このような道をこうこっち向きにこう走る、こう、これはもちろん逆走です。で、逆走を防ぐためには自転車は自分と同じ向きに進んでいる自動車の左側を走るということを覚えておくといいと思います。つまり走行している向きが合っていたとしても車のこういうふうに右側を走ってしまうと、これもルール違反です。はい、お気をつけください。次はこんなケース、2車線の道路で道路のこう右端を走る、これはもちろん逆走になりますし、めちゃくちゃ危ないです、こういうふうに走るのは。はい、でも意外にね、街中で見かけるんですよね、こういう逆走しちゃってる人。これ危ないんで気をつけましょうね。基本的に自転車は道路の左側を通行してください。こんな感じです。はい、では次に左側通行についてあまり認知されていない部分を解説していきたいと思います。まずこんな感じでね、片側3車線の道路があったとします。この場合でももちろん自転車は左側通行なので、この辺りですね、この辺を走ることになります。はい、で次にこんな感じの片側3車線で交差点に差し掛かる場合で、第1車線、ここですね、第1車線が左折専用レーンになっているとします。で、その時自転車で直進したい場合ですね、直進したい場合なんですが、その場合でもこの左折専用レーンを走行して、このように直進して大丈夫です。このように直進して大丈夫。ただこの場合車のぴったり左側を走ってしまうと、こんな感じで巻き込み事故、こうドーンと巻き込み事故につながりますよね。なので法律上この場合自転車はこんな感じで道路左側による義務はなくて、左折レーンの右側ですね、この辺ですね、この辺を通行しても問題ありませんとなっています。はい、この辺りのルールがあまり認知されていないんですよね。はい、で、なんで逆走がそんなに危険なのかといった部分を説明していきます。それはこんな感じの交差点で脇道からこう車が来るとしますよね。この時車のドライバーはまずこう右側を確認するんですよ。右側を確認して左側を確認してこういうふうに走るんですけども、その時逆走している自転車が来た場合、ドライバーはまず右から確認しているんで、この逆走している自転車の存在に気づきにくいんですね。で、こういう接触事故につながってしまう、これかなり危険ですよね。はい、またバスとかトラックが停車していた場合、まあ、今回はこれをバスとかトラックに見立ててやります。はい、走行している車はこのバスとかトラックをこうスレスレ右側を追い越すんですね。スレスレ右側をこう追い越す。はい、そんな時にね、もしこっちから逆走している自転車がいたらものすごい危ないですよね。こうものすごい危ない。
まあ、これ以外にも、逆走が危ないケースはたくさんあるんですね、はい、なので、まあ、逆走は絶対にやめましょう。はいはい、まあ、そんな感じで、逆走であったり左側通行の、解説でした。で、一応ね、一方通行の標識も、この辺に貼っておきます、確認のため。はい、こんな感じの標識です。この標識のある道では矢印と同じ方向にのみ走行できます。それに加えて一方通行の指示がある時でも、その下にね、こんな感じの自転車を除くといった補助標識がある場合があります。それはもうそのままの意味で、自転車はどちら向きに走っても構いませんということなんですが、その場合でも道路の左側を走ることを心がけましょう。今回は逆走と左側通行について一部説明しましたが、次回以降で2段階右折や丁字路の曲がり方なども解説していきたいと思います。まあ、楽しみにしていてください。では次行きましょう。自転車保険の義務化といった部分ですね。ここ数年、自転車保険の義務化が広まっているのはご存知の方も多いと思います。ちなみにね、あの2020年の4月の段階での自転車保険義務化の各地の状況がこんな感じとなっています。ちなみに2021年の1月現在では、先ほどの地図に加えて山梨県も自転車保険が義務化となっています。で、ここで見落としがちなのは加入義務の対象なんですが、加入が義務の地域に住んでる人に加入の義務があるのではなくて、その地域で自転車に乗る人に加入の義務があるといった部分なんですね。つまりどこの県に住んでいるかではなくて、どこの県を走るかが重要となってくるということです。そこでね、もう気づいてもらえたかと思いますが、ロードバイクって1日ライドしたら2個や3個の県をまたぐこともザラにありますよね。輪行してどこか遠くへ走りに行くこともありますよね。つまりロードバイクを楽しむ上で自転車保険の加入はほぼほぼ必須ということになります。あとね、加入が義務だから入るというよりかは、もしもの時のために、自分のためであったり被害者のために入っておくといった考え方の方がいいかもしれません。あとロードバイクはスピードが出る乗り物なので、万が一自分自身が怪我をしてしまった場合でも保証が効くタイプがおすすめとなっています。火災保険や車の保険の特約で自転車保険がついているケースも多いですが、その場合でも条件はよく見ておいた方がいいと思います。また自転車保険単体で入る場合は月々数百円から入れて、結構手厚い保険も多いので、気になる方はね、この単体の自転車保険一度チェックしてみてもいいかもしれません。中にはこうレッカーサービスがついてくるようなタイプもあるんですよ。ここで少しだけシルベストサイクルのお話をさせてもらうと、シルベストサイクルでは10万以上のロードバイクを購入した方全員に au 損保さんの自転車保険を1年間分無料でプレゼントしています。もちろん加入するか否かはお客様が決めれるのですが、その保険ではね、年間3回までのレッカーサービスがついてくるんですよ。このレッカーサービスがあるっていうだけで心にゆとりができますよね。では最後にこの部分いきましょう。ライトとベルのルールといった部分ですね。このあたりも知ってる人からしたらおさらいになるかと思いますが、日本の法律上、自転車が夜間走行する際にはライトを点灯することが義務付けられています。で、見落としがちなのはこのライトの点灯方法です。夜間においてフロントライトまたはテールライトは常時点灯していなければならないというルールがあるんですね。これどういうことか分かりやすくライトを使って説明すると、この点灯パターン分かりますよね。このチカチカチカってなってるこの点灯パターン、これはアウトです。なぜならこの一瞬でもライトが消えているタイミングがあるんですね。これはダメなんですよ。こう見てください。このこう消えているタイミングがあるじゃないですか。はい、つまりこのライトの場合、夜間での全消灯として、OK なモードは、これであったり、これであったり、このモードも OK ですね。これは消えてるタイミングないですよね。はい、じゃあ逆にね、この点滅パターン、これいつ使うのと思いますよね。これはルール上補助的な役割をする補助灯として使うことになっています。これ意外に知らない人多いんですよ。あとライトをつける位置、これも気をつけてくださいね。ライトは、こんな感じで水平より
やや下向きに取り付けてください。決してこう水平より上向きにつけないでください。対向車の車や歩行者がこれすごく眩しいです。はい、その件でね、こう一つだけこう商品を紹介すると、先ほどから僕が持っているこのキャットアイからリリースされた G ボルトという商品なんですけどね、これは先ほどのようにこんな感じでハンドルの下側取り付け専用ライトとなっていて、対向の車や人が眩しくないようにこのライトのね上部分の光がカットされているんですよ。はい、ぜひ参考にしてください。これ G ボルトってやつです。あとテールライトについても一応復習しておきましょうかね。はい、お持ちの自転車の後方から視認できる部分にこんな感じの赤色の反射板がついている場合はテールライトを取り付ける義務はありません。でも反射板がついていない場合はテールライトを取り付ける義務があります。で、基本的に夜間の走行時にテールライトの点灯が必要となりますが、最近ではね、昼間でも安全のためにテールライトを点灯させた方がいいといった考え方も増えてきています。で、最後にベルですね。ベル、はい、これも結構こうおしゃれな感じなベルですね。ベル、はい、スポーツバイクであったとしても道路交通法上ベルの装着は義務です。はい、でここで見落としがちなのがこのベルは法律上車両や歩行者に対して鳴らしてはいけないということなんですね。え、じゃあいつ使うのって思った方もいるかもしれません。このベルどういったタイミングで使うかというと、資料準備してきました。法律上はこうなってます。左右の見通しの効かない交差点、見通しの効かない道路の曲がり角、または見通しの効かない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするときだそうです。なので実際のところこのベルを使うことはほとんどないんですよ。そうは言うもののね、こう脇道から、車や自転車がピャッと飛び出してきたり、車にこう幅寄せされたりして、相手にこう自分の存在を知らせる必要のあるシチュエーションも、あると思います。その場合たとえこうベルを鳴らしたとて、車のドライバーにこのベルの音は聞こえづらいと思うし、とっさにこうベルを鳴らすのは不可能に近いと思います。そういった時はね、もうベルとかで相手に知らせるんじゃなくて、声を出してね、自分の存在を相手に知らせるといいと思います。この時に相手に角が立つようなコラとかおいとか言っちゃうと、それはそれでまた揉めるきっかけになってしまうので、そういう時ね、差し当たりない掛け声、はいと言って相手に自分の存在を伝えるといいかもしれません。で、このはいという掛け声、これをね、シルベストサイクルでは口クラクションと呼んでいるのですが、シルベストサイクルの代表の山崎も約50年間にわたってサイクルスポーツを楽しんできました。その中で幾度となくこの口クラクションで危険を回避することができたと言っています。現に代表の山崎は約50年間骨折なし、入院なし、救急車での搬送もなしといったスーパー有料ドライバーなんですよ。はい、ぜひ皆さんもね、逆走であったり、ライトであったりベル、こういったルールを守っていただいて、事故なく怪我なく楽しいサイクルスポーツ人生を長く楽しんでいきましょう。まあそんな感じで第1回、自転車啓蒙シリーズをお送りしました。で、この、自転車啓蒙シリーズは定期的に配信していこうと思いますので、またね、この第1回に終わらず、第2回第3回と応援してください。よろしくお願いします。はい、久しぶりに謎かけしたいと思います。交通ルールとかけまして写真撮影と解きます。その心は、逆光注意しましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。チャンネル登録をするメリット、次回の動画を見逃さない、過去の動画も遡ってご覧いただけます。チャンネル登録数が増えると AD 藤本のやる気もどんどんアップしていきますので、ぜひ登録してください。さよなら。